風を見た少年は、1983年1月に刊行された CW ニコルによる長編小説。CW ニコルが初めて日本語で書いた長編ファンタジー作品。新黄金流帝国の独裁者、ブラニックに制圧されたハンベルの町に住む、物理学者、フリッツ博士の息子、アモンは不思議な力を持っていた。だが、 ブラニックはそれを軍事利用しようとアモンの両親を殺害し、アモンを空飛ぶ戦艦に幽閉されてしまう。アモンは、内ちなる声で脱出に成功して、逃避行の旅に出る。風を見た少年ザ・ボーイ・フー・ソー・ザ・ウィンドは、2000年7月22日に公開された劇場用アニメ映画作品。本作を映画化したファンタジー映画で、チャプター1、不思議な少年チャプター2、 風の民と黄金流の民チャプター3海の民の少女マリアチャプター4戦いの時の四部構成であるハンベルの町は新黄金流帝国の独裁者ブラニックに制圧されていたその町に住む不思議な力を持つ風の末裔アモンはある日重症の生き物を助けるため手から黄金色の光を出してその傷を治してしまった彼の父 フリッツ博士はこれを使って未知のエネルギーを開発することを決心する。そして未知のエネルギーが完成した時、ブラニックの間の手が迫ってきていた。風を見た少年ザボーイ風創ザウィンドに関するカテゴリー。ありがとうございます。